はいどうもこんばんは。今日は2019年の9月の30日朝の4時55分です。彼女と別れて路上の芸術家になりました。シルバーアクセサリーとか、写真とかやってます。よろしくお願いします。なんかね、3万円で家を作れるっぽいんで、ちょっと家を作りたいなって思ってます。皆さんよろしくお願いします。なんかモバイルハウスっていうんだけど、なんかこう車輪付きのなんか雨風しのげる家を作れるらしくて、ちょっとやっぱ路上生活段ボールだと厳しいんで、家欲しいなと思ってます。よろしくお願いします。シルバー作るか。シルバーアクセサリー。3万でね、家が作れるっていう情報を昔聞いてて、おのおはよう。そう、なんか3万あればね、とりあえず家作れるね。でソーラーパネルとか徐々にこうでかくしていこうかなって思ってますね。ソーラーパネルとかつけたりとか、あと蓄電器、バッテリーチャージャーとかつけて、やろうと思ってます。とりあえず3万手に入れて家を作ろう。でその家は移動できる家で、移動できるもので、それでなんか日本全国転々としながらとか、好きなところ行ったりとかしながら、なんかこう行ってきて行ったらいいなみたいな。そんな感じかな。モンさん、猫まちゃん待ってるぞ。猫まちゃん待ってる。いいよ。彼女は彼女幸せになってほしい。のんちゃん完成ありがとう。アイテムありがとうね。シルバー折れちゃったんだよ。見てよ、ここ折れちゃったよ。すげえ悲しい。あとここだけで完成するのに、もうあと3日ぐらいで完成するのにさ、折れちゃったんだよね。すげえ悲しいよ。へこむ。めっちゃへこんでる。モンさん、A 完成間近だったのにね。そう、あとここだけだよ、ほら、掘るのここの先だけだったのに、ポキって折れた。本当俺こういうところあるよ。ほら折れてるっしょ、先っぽ。すげえ悲しいんだよね。完成あと3日なのにこんなことある？すげえ悲しいよ。蚊に刺されてね、すげえ辛い。今とりあえず家を手に入れたいから、家を作ることにした。花火何発だ。3万円だと花火何発だ。花火何発で家作れんだ。1万円で20発だから60発か。書いとくか。60発。
バグった。窓、路上の芸術家、3、花火60発、3万円で家を作りたいアイテム求む。コーヒー飲みたいな。コーヒー飲みたい。モンさん、シルバーだけ持って出てきたの？シルバーとね、カメラと洋服3日分持ってきたね。とりあえず3着あればいいかなみたいな。シルバーとカメラと、あとパソコンだね。うん、最低限だけしか持ってきてないね。芸術活動に必要なものだけ持ってきたね。最低限の。あとは全部置いてきたね。エリクソンさん、実家？実家？実家？ごめんなさい、質問の意味が分かんないですね。実家？実家に見えます？実家に見えますか、ここ？サバ缶大佐さん、こんばんは。こんばんは。どうも。ここは、まあ実家、大きな目で見た実家かな。地球から生まれてきたんで。サバ缶大佐さん、実家に帰れないの？あ、実家に帰れない。いや、もう親とは絶縁してますね。実家ないっすね、僕には。うん、実家ないですね。みなしごなんで。サバ缶をササンドして家出たの？どうしてって言うと難しいな。どうして家を出たのか、理由？あ、なんだろう。どうして？居づらかったからかな。個人的なことを言ったら居づらかったからかな。かな。
エリクソンさん親と反りが合わない。反りが合わない、居づらかったからかな。自分の居場所じゃなかったからじゃないの。サバ缶大佐さん追い出されてはいないんでしょ。出てけとかは特に言われてないね。自分から出ていくわって言ったね。自分からだね。出てけとかは言われてない。追い出されてもいないね。辛いからかな、それが理由かな。ほら化粧品33万で家って河川敷に作るん？いや、移動式のモバイルハウス作るね。3万で車輪つけて、で邪魔にならないところで移動しながら生活しようかなと思ってる。エリクソンさん親と絶縁、こんな感じかな。サバ缶大佐さん戻れるなら戻った方がいいよ。とりあえず働いて家借りた方がいいよ。働かないかな。働くのはないかな、選択肢としては。ムユータさん、結局は人の家だから住みにくいわな。いや、人の家かどうかっていうよりもなんか猫間と一緒に居づらかったかな。石像、ナイス王子さん、まさかロードワーク編になったんですね。ロードワーク、てんてんさん、冬は寒いよ。冬寒いから早めに家作ろうと思ってて、秋口の間に多分3日もあれば作れるから、早めに金手に入れて、3万手に入れて家作ろうかなと思ってるね。もしなんか協力してくれる人いたら。エリクソンさん、実家出るの早いな。セフィゾー、ナイス王子さんって言うか、年齢的に低賃金で年下に顎で使われるのはきついだろうな。ダブマチャさん、どんな感じの家を作るの？自転車にくくりつけるシングルベッドぐらいのサイズ、ね、ほら化粧品さん主導のキャンピングリアカーとか胸熱やんか。3万円で作れるんだよ。モバイルハウスで検索してみて。モバイルハウスで自転車にくくりつけて移動型のそのやつが3万で作れるの。ホームセンターとか行くと。工具とか持ってないからどうしようかな。その辺なんとかなると思うんだけど、とりあえず木とタイヤと、で後々その屋根のところとかに、なんか俺屋根は取り外してこうガパッて開いて上が吹き抜けになるように作りたくて。エリクソンさん、いいじゃん、安眠できるし。そうで、それだったら移動どこにでもできるし。石像、ナイス王子さん、なんとかなりません。なんとかなるかな。コメントを読み上げ消すね、それでまあ自転車は今借りてるから自転車にくくりつけて、でなんだろう、その移動しながら点々としながらなんか生活しようかなって。で、いや公園で寝るの、俺ホームレス今回4回目なんだけど、背骨とか腰とかやられるんだよ。でなんだろう、寝床って重要だから、とりあえず枠組みで家だけ寝れる幅で作って家を、でそこはあと今度なんかマットレス安いやつあるじゃん、シングルベッド用の、それ引いちゃえばあとはもう腰はやられないから、でそれでなんかこう生活していこうかなって。でまた金入ってきたらソーラーパネル買って、秋葉原でソーラーパネルつけちゃえば電気。俺今回が4回目だね、ホームレス。車は持ったことないから、車での生活はしたことないね。まあだから今とりあえず家を作って、
でそこで寝床確保して雨風しのげる家を作りたいっていうのが感じかな、そんな感じだね。モバイルハウス作るの夢だったからね。フロアも満喫とかかな、満喫とかスーパー銭湯とかになっちゃうね、お風呂は。まあ、東京だからスーパー銭湯とか絶対あるし、だからとりあえず今電気の確保と家の確保、電気の確保、そこかな。水はさ、ポリバケツに汲んでおけばなんとかなるから。あんまりね、別に お母さんとか実家にいるっていうことに対することじゃなくて、やっぱり猫間ちゃんと一緒にいるのは良くないのかなって思っちゃって、彼女にとっても良くないし俺にとっても良くないのかなっていう、反りが合わないっていうか、なんか何なんだろう、居づらかったね、すごいね。猫間と一緒に住んのが多分合わなかったんだろうね。実家がどうとかいう問題じゃないと思うよ、あんまり。なんかあるじゃん、バイブスが合わないっていうか、そういうのってあると思うよ、絶対。バイブレーション、だからね、別に、マスオさんではないけどね、結婚してないから。まあまあそんな感じかな。サスペンションつけてえな、家の方に。おはよう、ちーくん。猫間止めなかったね。家なくなっちゃった、たまちゃん。お疲れ、久しぶり。かわいい子ちゃんいらっしゃい。どうすっかな、マジで。まあとりあえず家作るっていう感じかな。家作りたいね。ちょっと今日の朝作りたいんで、みんな花火60発頼みます。花火60発で家作ります。久しぶりだね、元気たまちゃん。テントは嫌なんだよね。いやだから家があったら分譲ね、引き取れるから、そしたらまあ家で買おうかなと思ってるね。電気の確保は、ソーラーパネルを、家ができたらソーラーパネルを貼って、で蓄電器っていうやつが多分5万ぐらいで売ってるから、バッテリーが、外部バッテリーが、それでやるしかないね。嘘、たまちゃんも家なくなるの？一緒に住む？たまちゃんラブホとかだったら割り勘で一緒に住んだら安くなるじゃん。一緒に住む、しばらく、お互い家が手に入るまで。そしたら風呂と電気としばらく問題解決するしね。マジか、たまちゃんなんで家なくなんの？契約切れんの？いっちゃんのいる、いっちゃん死んだわ。難しいな。なんだっけ、100坪ぐらいの中古の家50万で、あるある。ちーくんね、モバイルハウスで検索してごらん。モバイルハウス、キャスバーで泊まんね、やだね。歌舞伎はやだ。東京でも新宿あんま好きじゃないから。いつか死んだよ、もう何年前だよ。今のリスナーさんとこ出ないといけないんだ。マジか、きついね、お互いね。頑張ろうね。大丈夫だよ、たまちゃん、人気だから。軽トラじゃないね、モバイルハウスで検索して、モバイルハウスで検索するとね、木の家が出てくるはずの、プレハブみたいな。歌舞伎町治安悪いっていうか、あんまりなんか歌舞伎の空気感あんま好きじゃなくて俺。ヤクザはどこにでもいるでしょ。歌舞伎はね、でも特殊な街だからね、ちょっとね。まあ俺は新宿合わなかったな。たまちゃんも家なくなんだ。モバイルハウスでね、一応3万で作れるはず。ホームセンター何回か行ってて、
あのプレハブみたいな木のさパネルとか見てきてて、車輪と、ま、うん、作れると思うよ。でかみんなで一緒に作ろうよ配信で。そうだよね、新宿は住む場所ないよね、たまちゃんね。この前24時間満喫泊まってた人が多すぎてイライラする。あ、まあ、貧乏な人多いんでしょ今の時代。あ、ここに花火禁止って書いてあるけど、花火投げていいっすからね。皆さんこの看板にとらわれないで。気づいた？花火禁止。これ全然投げていいからね花火。とりあえず3万手に入れたいわ、うん、いやー出てったね星幸さん、お疲れ。路上生活配信者になった。だから和戸監督じゃなくなったね。路上の生活者、路上の芸術家和戸監督になったね。花火禁止ってこれアンチでしょこの看板。舐めてるよね。花火投げてみんな。みんな花火投げて大丈夫だからね。この看板に惑わされないで。我慢してな。じゃあゆきさんちょっと一発いいっすか。ゆきさんから一発。我慢しなくていいよ。これはこの場所で花火禁止だから。花火やんないから。アイテムの花火は OK だからね、みんな。花火ないと生活できないよ。みんな頼むね、花火。うん、今日のこの枠の花火は、あの家台にするから、60発溜まったらもう速攻ホームセンター行こうよ、みんなで。で家作ろう。家作ろうぜ。家、yeah。マイハウス。マイハウス作ろう。神様お金いるよ。荷物は家を作ってから取りに行くんですか。そうだね、うん、とりあえず、まあ、荷物バッグいっぱいにパンパンに必要なものは詰めたけど、とりあえずそうだね、家作ってからだね。立てるんじゃないんだよね、車輪をつけて移動するっていう感じだね。車輪、医療型のだから荷物だね、モバイルハウスだね。家出てったね、たまちゃん。さっき出てった。たまちゃんも家なくなっちゃうのか。かぶってんな。たまちゃんは何？荷物？たまちゃん荷物そんなないんだっけ？コロコロで移動するんだっけ？リアカーじゃないね、あのタイヤつけてベニヤ貼ってタイヤを4つつけて、でそこに壁を作って屋根作るっていう簡易的なやつだね。リアカーを改造するのでもいいんだけど、でそこにリアカーみたいに鉄の棒を作ってアーム作って自転車にくくりつけるっていうやり方だから、土台はリアカーに近いけど、リアカーだと幅がないからシングルベッドぐらいのベニヤを買うの。まあリアカーの発展系だと思う。荷物結構あるんだ。まあ、きついね、お互い。どこら辺にいんの今。横浜とか。合流する？たまちゃん合流する？連絡取り合って。俺の LINE 知ってたっけ？ 2×4。なんかさ、大工の人とかいないかな？大工のリスナーとかいる？この中に。なんかそしたらさ、何々っていう材質の何々がいいよとか教えてくれんじゃん。それで作りたいよね。いやーマジでマジでこっから大変だぞ。 2×4 って何なんだろう。 2×4 ってなんだ。おお、サムさんいらっしゃい。ママと喧嘩もしてないし、猫マと喧嘩もしてないよ。なんか出てった方がいいかなと思ったよ、うん、テントはちょっとお金かかるから、だったらもう家作っちゃった方がいいでしょ。 2×4 っていうの、あ、2×4 が分かんねえわ。てかシャムさんありがとうね、うん、てかシャムさんと個人的にちょっと連絡取り合いたいんだけどさ、うん、いい？ LINE してもいい？配信外で。いろいろね、プライベートでね、シャムさんと交流深めたいなとか思ってんだけど、
いい、もしよかったら。 OK OK、 メッセージ送るわ。電話でもいいんだけど、メッセージで LINE 送り合おう。ありがとうね、シャムさん、いつも。とりあえず今日は、あ、明るくなってきた。朝だ。今日曇りじゃん。てかこれ雨降ったらマジでやべえぞ。思い出してきた、ホームレス生活。雨がね、一番死ねるんだよね。うわ、曇りじゃん今日。やばいよね、この雲行き。やばいよね、ちょっと。これ絶対雨降るやつじゃない今日。てか台風か今日、マジで。しかもさ、あともう少しシルバー完成するの。ここ掘ったら終わりなの、ここの部分。バッキバキに掘ってきたんだけど、折れちゃったんだよね、ここ。すげえ災難だよ、折れちゃったよ。ここの場所は言えないね、ここの場所は言えない、うん、台風来る、マジか、つれえ。サバイバル始まったよ、サバイバル。人生はサバイバルだからね、うん、折れてる？何が？あー、シルバー、シルバー折れた、バクテリアさん、こんにちは。花火禁止、花火禁止じゃないよ、花火投げて。この看板に惑わされないで、みんな。花火求めてっから、花火求めてるんで、禁止に騙されないでください皆さん。全然投げていいよ。うぜえなこの看板。花火60発で今から家を建てにホームセンター行く。ふわっちゃん、花火 OK、 花火ウェルカム。てか家明るくなってきたね、家欲しい。で、家作るのに3万かかるから、とりあえずふわっちで3万手に入れたら速攻課金して家作りに行こう。ホームセンターがね、何時からだったっけな、ホームセンター何時からだろう。10時には空いてるでしょ、ホームセンター。いや、生き残っていくしかないじゃん。いや、配信者なんかタフだから、みんなホームレスとか全然慣れてるからね。みんな家なかったし、最近の配信者が生ぬるいんだよ。俺らなんか雑草だから、全然家がなくなったぐらいでへこたれないからね。3万で家作るの興味ある？みんな花火60発で家作りに行くから頼むね。場所じゃなくて、車輪をつけてやると、日本の法律上車両扱いになるの。日本の法律上車両扱いになるから、要は軽車両扱いになるの。だから場所を必要としなくて移動すればいい。だからどっか見つけて、そこに自転車にくくりつけてモバイルハウスを移動して、でそこで寝泊まりするみたいな、そういう感じだね、うん、資材、あ、そっか、資材の問題もあるのか。そこ気合いだね、うん、いや、彼女の家出てったね。電気とかはだからまたソーラーパネルくださいっていう枠やると思う、うん、ソーラーパネルくださいっていう。そうそう、和道の動く城だね。だからみんな、シャムさんもちょっとたまには花火一発投げてよ、投資してよ。配信でめっちゃ熱いじゃん。シャムさん、ちょっと花火一発ちょうだい。みんなちょっと賛同してくれる人さ、企画賛同してくれる人ちょうだい、うん、頼むよ、みんな助けて。
なぜ出てったのか言いづらかったね。すごいなんか、なんかそれはお母さんとか家実家だ、実家だからとかじゃなくて、カラスめっちゃ見てるわ。狙ってんじゃん俺のこと。なんか猫まちゃんの雰囲気っていうのかな、バイブレーションめっちゃ威嚇してくんじゃん。超怖え。カラスバーサスはどうかこれ、みんな花火ちょうだい、助けて。いやそういうわけじゃなくて、なんか猫間と一緒に居づらかったね。なんかすげえなんかこうあんまりよく思われてねえなみたいな、かわいそうじゃん。なんか好きだしさ、日の出早いね。なんか分かる空気っていうか、何もしない、いやなんか配信回ってるとすげえなんか不穏な。ありがとうシャムさん、記念すべき和道ハウス一発目ありがとう。ナイスシャムさんありがとう。一発目ありがとう。あと59発家手に入れるよ、みんな家手に入れるよ。ありがとう、サンキュー。記念すべき一発目59発であと。猫ちゃん帰ってきてほしい。なんかいいや、銀河ギャラクシーありがとう。もういい、いいよ、俺がいない方が幸せになるよ。いいよ、ワードハウスゲスト来ていいよ全然。みんな頼むね。こっちは真っ暗ってことはどの辺だろう、北の方かな。スンド、スンドって何、昨日のスンドって何。ごめん俺バカだからさ、中卒だから分かりやすい言葉使ってほしい。漢字読めないんだよね。忖度の意味が分かんない。忖度って何、忖度って何すか。忖度の意味が分かんないから別の言葉で教えて。ちょっとよく分かんないっすね。なんだろう忖度って。気を使って配信しなかった、昨日の忖度、昨日気を使って配信しなかった。え、どういうこと、昨日なんかあったっけ。何を言ってんのか分かんないな KY さんが。ごめんちょっと意味がよく分かんない意味がよく分かんないね。誰の話してんのか分かんない。そうだね、家作ろうぜ、みんな花火頼むぜ、頼まい。ちょっと帰らないかな、帰るっていうのはなんか居場所じゃん。なんかホームレスになったん、なんでだろうね、なんで。地球人だからじゃない地球人だからだね、まあ、いいじゃん、家なんかなくても生きていけるし。でも家なんかなくても生きていけないか、家欲しいねやっぱ。寒くなってきた。服片付け。家がなくても大丈夫、大丈夫じゃない、家欲しい。超かっこいい家作ろうぜみんなで、超かっこいい。上着着るか、ちょっと待って、上着着るわ。寒いな。さっきまで暖かかったのに、風があるからね、川沿いだから帰らないね。欲しいな、エミリちゃんに頼んでポケットつけてもらおうかな。いや帰らないっつってんじゃん。
や花火禁止は違うって、そういうことじゃないって。花火投げてアイテムの花火は大丈夫だよ。あったけえわ、うん、この自転車佐藤さんのだね。猫のちゃんの家出てったね。場所が悪い。みんな頼むよ、花火頼むよ、頼まい頼まい頼むよ。冬になる前に何とかしねえとな。みんな力貸して。ありがとうのんちゃん、ありがとう。ランキング10倍ナイス。早番か、頑張ってね。タルさん暇になったらまた遊び来て。いや、さっきここに来たの、ここに街灯があるからなんだよね。掘れてたよ、夜掘ってたよ、ずっと。わかんねえ、何日続くかわかんねえ。とりあえず今家手に入れたいね。家手に入れたい。シルバー直ってないよ、折れちゃったよ。ほらここボキって折れてるでしょ。もうあとちょっとで完成、ここ掘ったら完成だったのにさ。やばくない？あと残り3日っていう感じだったの。ここまで掘ったんだぜ、みんなすごいっしょ。全部だよ、裏も表も全部掘ってあるんだよ。ほら内側まで掘ってあるっしょ。もう少しで完成だったのにさ、ここも掘ってあるんだよ。すごくない？ほら、うん、もうちょっとだったのにな。超細かいよ。アドさんが気使っているの痛いほど分かってました。気使ってるっつうか、なんか、いや、なんて言うんだろうな、いや空気だよね、バイブレーションだよね。やっぱバイブスが合わないと、やっぱそれはいつも言ってたんだけどね、やっぱリスペクトできる人と一緒に生活しないと人間関係って成り立たないじゃん。わかる？なんかどんなそのさ、恋愛感情っていうの3ヶ月とか半年とかしか持たないんだよ。バイブスっていうの、バイブレーションって言って、その空気とかって振動でしょ。エネルギーも振動でしょ。で人間の心にも振動があって波長があって、それが合わないとぶつかっちゃうし、いいバイブレーション、グッドバイブス持ってないと、バッドバイブレーション持ってるとバッドバイブレーションになっちゃうし、逆にグッドバイブレーション持ってる人と一緒にいたらグッドバイブレーションだから、そうだからね、グッドバイブレーションな状態じゃないとダメだよね。やっぱバイブスって言うんだけど、そうやっぱね、いいバイブス流れてる状態じゃないとアートできないからね。で和道は思うんだよね。いやなんかすげえ、なんだろう、
あんまいい空気じゃなかったね。まあいい空気だったの時もあるんだけど、なんかすげえ嫌な空気が流れる時があって、なんかなんて言うんだろう、ネガティブだったりとか、こうよく思って伝えてる言葉とかを悪く受け取っちゃったりとか、もう単純に合わないってことだね単純に合わなかったっていう一言で言うなら、それはしょうがないよね。でも俺アーティストだから、やっぱアートやりたい人だからさ、グッドバイブレーションでいたいんだよね。しょうがない、しょうがない。俺にとってアート、やっぱりそのなんだろうな、自分が見たその世界っていうのをこっち側に持ってきたいっていうか、やっぱあの向こう側の世界をこっち側に持ってくる作業かな。そうだね、一時的じゃなくてこういろんなことを長い目で考えて、そうだね、このままじゃお互い良くないなっていう。あ、だから路上の芸術家やってくね。お別れとかは特に話してないけど、とりあえず出ていくねって、お別れとかは特に話さなかったね、何も話さないで、まあでも今までありがとねって言って、荷物はねとりあえず落ち着いたら連絡するとは伝えてある。だからとりあえずまあしょうがないね、捨てられちゃったりしたらしょうがないけど、大切なカメラとパソコンだけは持ってきたかな。あとカメラ、パソコン、配信と写真と動画と、あとだからシルバーだよね。あと服をね、あの3着分ずつぐらい持ってきてはいる。そうだね、路上の芸術家やってくか。そんな感じかな。めっちゃ寒いな。っていうか、カッコつけないでこっち側も袖つけてもらえばよかった。こっち側だけすげえ寒いんだけど。いや、カメラは売れないかな。アートに絶対必要なもんだから。カメラは売れねえな。ライフスタイルだからね、それは。それはなんか金とかに変えちゃいけないもんだと思ってるね。寂しくなるね。蚊に刺されるね。あと路上販売は許可が必要だね。1000円で、原価1000円じゃ売れないよ。原価以上、原価の何十倍かかるんだけど、これ1000円じゃ売れねえな。お母さんエホバだったから神を治った時点で追い出せる。お母さんエホバじゃない、元エホバかな。うん、元エホバ。あ、じゃあエホバに入ってないんだよお母さん。エホバに入りたかったんだけど、娘と息子がいて、で、あの輸血ができないのは子供たちかわいそうだからっていうのと、あともう一つお酒を飲むっていうのと、あと勧誘活動、この3つがなんか気になるって言ってた。正確に言うとエホバではない。ただお母さん神様は信じてるね。しょうがないじゃんね、神様に会っちゃったんだから。作る期間と手間がかかると30万にはなる。26万8千円だね。30万以下では売りたいと思ってたから。ただまあ25万、30万以下で売りたいけど、25万以下だとちょっと美味しくないなっていうか、なんかこう熱くないっていうか、なんか面白くないなみたいな。26万8000円かな。
いやというかまあ配信者ってもともと托鉢みたいなもんだし、古事記ってもともと仏教用語で骨事記って言うんだけどから来てるからね。これピアス、ピアス、これはピアス、インプラントしてる、うん、あまあまあまあ今日明日どうだろうね、わかんない、成り行きじゃん、最悪死ぬだけだから、最悪死ぬだけって考えたらまあ別に何でもないよ、どこにいても一緒だし変わらないし。カラス元気だな、かっこいいな、カラスの飛び方、うん、目覚めよってやつ、わかんないな、目覚めようかわかんないね、眠る場所っていうか、そうだね、雨が雨降ってきたらアウトだね、曇りなんだよね今日、それだけちょっと嫌だな、雨は嫌だな、移動すっか、コーヒーでも飲む、コーヒー飲む、そうなんだよね、睡眠が一番大事なんだよね、そのホームレスやっていく上で睡眠マジで大事だから、そうなんだよ、睡眠をね、寝る場所を確保しないとね、働きたくないんだよな、なんか自分のやりたくないことはあんまやりたくないかな、地元にそんなおしゃれな人いない、うん、バッテリーは今あるこれだけ、ああもう3個になっちゃった、これだけだね、充電溜まってるやつは、みんな助けてよ、アイテム延長代とかでどんどん減っちゃうから、みんな助けて、うん、なんか監視とかすげえくだらないからさ、うん、みんな一緒に参加してよ、放送楽しもうよ、応援して、少しでもいいから、できれば花火くれると嬉しいできれば花火くれると嬉しいけど、みんなにも生活あると思うから、なんかバーガーとかさ、ハートとかパフェとか、なんかできる分でさ、こうなんか俺の生活ちょっと支えてくれると嬉しいね、助けて、力貸して、みんな少しだけね、少しだけもらえると助かりますね、金かかんだよね配信やるのにも、何やるにも、で別に関係のない人から金はもらいたいと思わないけど、なんかこう見てくれてる人とかにやっぱ応援してもらいたいね、支えてもらいたいね、一緒にやりたいね、今まで一緒にやってきたから、来るないさ、そうだね、なん来るないさ、お風呂はまあ男だからね、臭
臭いだけだな。川沿いとかだったら川で水汲み合いし、あまちゃん家見つかったの？大丈夫なの？俺もやばいけど、たまちゃんもやばいっしょ。たまちゃん大丈夫？たまちゃんも自分の生活なんとかしないとね。お互い頑張ろう。たまちゃんはいい人すぐ見つかるよ。たまちゃんかわいいから、いいな。可愛いって羨ましいな。可愛いって正義だよね。いやーすげえ心配だよ、女の子だもん。さあ、ありがとうゆきちゃん、ありがとうね。バーガーナイス。じゃあどうすっか。戻らない。いやもうだからループになるから何も解決しないね。嫌なんだよね。自分の言葉には責任持ちたいから。いやバイトとかしないよ。ありがとう、初アイテムありがとうね。かいいな。格とかじゃないっすね、リアルっすね。企画とかではないっすね。自分の言葉には責任持たないとダメでしょ。めちゃめちゃ可愛い。蚊に刺されるな。まあ、お風呂とかトイレとかは二の次かな。まずは家だな。まずは家。企画じゃなくてリアルだよ。家を手に入れる。虫除けスプレーはバーガー1個では買えないかな。虫除けスプレーバーガー1個じゃ買えないよ。ダンボールハウスじゃなくて木のプレハブみたいな家かな。木っつうかベニヤ、ベニヤで家作る感じ。代々木公園はね今追い出されてるね。でも東京ホームレス全然いないよ。公園あるぞ。いいね。公園ある。かゆいね。かかね。すげえかゆい。ベニヤ小屋、俺の家。え、てかホームセンターそこじゃん。ええ、あれホームセンターそこじゃね。あれホームセンター目の前かもしんない。え、だったら余裕じゃん。え、ホームセンター目の前かもしんない。気づかずに走ってた。土地勘がないから。あれ違うかな。行ってみるか。もしかしたらそこホームセンターかも。え、マジで？ホームセンターか、これ。違うか。どこだ、ここ。知らないでプラプラ走ってっかな。あれ、これなんだ？
あ、ここだ、ホームセンター目の前だ、ラッキーやばいんだけど、これ家作れって言ってるようなもんじゃん。ホームセンター目の前だわ、すげえ。いけるいける。いや、ホームセンター目の前なんだけど、荷物運べるよ。やった、いけんじゃん。うわ、すげえ。あ、ここだったんだ、知らなかった。全く別の道からぐーって走ってたから。え、すげえ近いじゃん。あ、え、こんな近くだったんだ。いつも遠回りしてたっぽいね。やば。どうやって降りればいいんだろう。あ、猫がいる、にゃんこにゃんこ、ご飯食べてた。わあ、にゃんこ2匹いる、かわいい。え、どうやって降りればいいんだろうこれ。え、めっちゃいいじゃん。あ、太陽、朝日だよ、みんな朝日、朝日めっちゃ綺麗。やばくない？これめちゃめちゃ映画みたいじゃんこれ。うわー、いや、すげえな、なんかすげえ。明るすぎてもう丸が見えないもんね。綺麗だね、うん、やば。方南が分かんねえな。ホームズって書いてあるけど、とりあえず飯でも食うか。てかこれどうやって降りんだ、どうやって降りればいいんだろう。どんどん遠くなってくな、楽しみ。で、だんだん金貯まってきたらさ、そのベニヤの家にさ、色塗ったりアートしようよ。最高じゃん。色塗ってアートにしようよ。よくない？とりあえず500円だから、車輪1個買えるかな。車輪1個買えるかどうかだな、まずは。ゆえ蚊に刺されまくってる。ゆう輝いてる。俺はいつでも輝いてるよ。500円、車輪1個買えないかな。500円じゃ。ここなんだ。最初ここか。あ、こういうことなんだ。分かってきたかも。ディアゴスティーニ。いや、バージョンアップしてこうぜ。なるほどね。創刊ワード、月刊ワード、創刊号100円だから。缶コーヒー飲むか。あー、ここ降りれるか。
近もあるね。ここで花粉、家出てった。別れ話とか特にしてなかったけど、まあ縁がなかったら別れんじゃないかな。特に何にも話してないね、その辺は。あ、何時からか見よう。営業時間見よう。ブロックでーす。9時ぐらいかな。早いのかな。資材いっぱいあるね。鉄パイプで作る、それとも木材で作ろうかな。なんか大工いないの、この中に。なんか大工とか土方いない。あ、土方はいいや、土方嫌いだから。大工がいいな。土方はいいや。大工の人いたら教えて。工具売り場なら初見。嘘、なんで知ってんの、なんでわかんの。ホームズ営業時間書いてねえな。ちょっと待ってね。ホームズ営業時間何時からだ。大工の人いたら教えてください。っていうか自転車屋もあるからちょうどいいかもしんないね。10時からだ、営業時間10時から。あ、資材売り場7時からだ、7時からだ。あと1時間。10時から9時までね。とりあえず後で来よう。大工見習いマジでひまわりさん、家の建て方教えてよ。なんか木材にした方がいいか、木材の方がかっこいいかな。鉄パイプダサいかな。だから多分一番重要なのは床だよね。車輪つけるのと車輪と。コーヒータダで配ってんのマジで。ノコギリも買わねえといけないのかな。土地は車輪つけて移動していく感じだね。モバイルハウスだから土地はない。自転車で引っ張って移動しながら点々とする。配信外とか配信者いねえから。いや、簡易的だよ。モバイルハウスで検索して、モバイルハウス。まあ簡易的かどうかは、いやいいよ、宮大工とかリスナーさんいたら宮大工で掘り物とかする。掘り物とか。コンビニ、あ、コンビニあれか。コンパネとビス。コンパネってなんだ。なんか床をどうしようか迷ってるね。自転車にくくりつけて車輪型、車輪をつけてやるんだけど、できれば理想は、ゆきさんバーガーありがとう。
みんな家あと花火59発で家作れるんで、誰か花火ください、花火ください、家代ください、僕の家投資して家作るから。どうしよっかな、まあ、軽さ、自転車ってこともあってコンパネ運ぶの大変なの。布団とかは家を作ってから買う。コンパネ厚い板なんだ。なんかね、木材は売ってるよ、コンパネって言ったら。なんか木の板でしょ、あれはね。なんかあの、なんだったっけな、なんか材質がいっぱいあったね。なんか安いのから高いのまで、2000円から700円とか600円まであった。コンパネが、コンパネ 2×4 と、あ、いいね、大工集まってきたね。なんか K めんどくせえからブロックな。てめえはとかいうやつと付き合いたくねえわ。ブロックな。床が要だね。防水がいる。コンパネでかい。あー、そっか、誰か車出してくんねえかな。もうなんか歩いてやるか、歩いて運ぶか、とりあえず。リヤカーにテントみたいなのをつけて。ダメだね、それだと違うかな。ていうかどこだ、コンビニがねえな。それはちょっと違うかな。で、屋根は開くタイプにしたいんだよね。なんつうの、天井が吹き抜けになる感じにしたくて。それかっこよくない？屋根バカって開いて空気入れられるようにしたいんだよね。それがちょっとこだわりかな。あと窓つけたいけど、窓は後付けでいいか。コンビニねえな。寸法言って、あ、切ってもらえるの？寸法言ったら、寸法言ったら切ってもらえんの？マジか、便利すぎるし。マジで、コンビニがね、コンビニ工具の貸し出もしてるの？マジで、マジで言ってんの？工具の貸し出しもしてんの？あっつ、そんなに手厚いんだホームセンターって。知らなかったな、すげえな。嘘、てかなんでその佐太郎さんは詳しいの？そんなに佐太郎さん詳しすぎない？リヤカーなら壁と屋根だけつけたら移動は車輪があるからな。リヤカーってでもシングルベッドぐらいのサイズにしたいの。寝る寝床なのがあれだから、リヤカーだと寝れないよね。リヤカーで寝るのって無理じゃない？どうなの？リヤカーって寝れる？無理でしょ。ホームレスになるんじゃなくてなったね。もうすでにホームレスだから。いや別にお母さんから嫌われてはいないかな。長さはまあ高さはどうにでもなるね。いやか、いや高さは別にどうにでもなるでしょ。高さはそんな問題じゃないかな。そこが問題なんじゃなくて、要は寝れるかどうかだね。あ、なるほどね、そういうことね、佐太郎さんね。ローソンあった、ローソン行こう。値段、あ、値段高いね、
なんだかい。3万車輪だけでそのくらいする？嘘でしょ？車輪だけで3万もしないよね。そんなするか？車輪だけでそんなしないっしょ。嘘でしょ？そんな行く？行かねえだろう。自転車の牽引って法律で長さ決まってんの？マジで言ってる？何から何まで法律でがんじがらめかよ。バカくせえな。何でもかんでも法律だよ。その法律知ってる？自転車の牽引で長さ決まってる？マジで？自転車の牽引って長さどれくらいなの？安いの道が悪いと外れるだよね。みんなでミーティングしようぜ、飯食いながら。今おにぎり買うから。マジか。何でもかんでもすげえな。何でもかんでも法律で縛ってんだな。それ調べねえとな。めんどくせえな、マジで。何もできねえよ。新しい発想生まれるわけがないわ、日本で。バカバカしい。何でもかんでも法律で縛ればいいって問題じゃねえだろうと思わない？何にもできねえよな、こんなんじゃな。誰かさ、牽引できるサイズ調べてくんね。今放送中だからネットがないんだよね。ありがとう、モールさん。ちょっと待って、ありがとう。見逃した。ありがとう。記念すべき2発目、ありがとう。超嬉しいよ。ありがとう、モールさん。ありがとうね。モールさん、ありがとう。支援、リスナー的には楽しそうだぜ。ありがとう。あと58発か。まだまだ遠いな。58発。ちょっとトイレとご飯買ってくるわ。トイレとご飯と飲み物買ってくる。
じゃあとりあえずあれだな、とりあえずミーティングだな、モバイルハウスミーティングだね。自転車リアカーは自転車扱いになるから自転車ルールに従う。120キロまでしか乗せれない。しか乗ってなかった。ありがとうね、花火。4メートル以下。じゃあ、いけんじゃね？ 4 メートル以下ならいけんじゃない？え、幅がでしょ。え、それ余裕じゃない？縦幅が4メートルってことだよね。余裕じゃん。高さ2メートルもいらないでしょ。いけるじゃん。いけるじゃん。だから自転車の前輪の幅から、え、余裕じゃない？モールさん、ナイスだよ。だから自転車にくくりつけて幅が 4メートル以下になればいいんでしょ。やった、いける。ありがとう、調べてくれ。移動考えると厳しいってどういうこと？ちょ、日本語がわかんないよ。移動考えると厳しいの意味がわかんないな。じゃあとりあえずまた川に戻るか。ミーティングしよう。みんな花火頼むね。あと58発で家作るから。58発花火お願いします。太陽光発電の会社行って炭化を入れる鉄枠、炭化を入れる鉄枠の意味が分かんねえな。なんだろう、炭化ってなんだ、分かんねえな。土方用語かな。ごめんなさい、あの土方用語、専門用語わかんないですね。え、何、単価を入れる課題。日曜大工やったことないね。でも天才だからなんとかなると思うよ。アルミ課題、アルミ課題。太陽光発電の会社ってどこにあんの。何言ってんの。太陽光発電の会社の人がアルミ課題をタダでくれんの。路上生活始めたよ。始めた。なんだアルミ課題って。何アルミ課題って何。フォローありがとう。足場を作ったことねえな。誰かに手伝ってもらいたい。フォローありがとう。フォローありがとう。え、法律的にはそれで自転車込みで4メーター、高さ2メーターで間違いない感じ。長さが4メーター、幅は？幅はどれくらいなんだろう。まあ自転車含めて4メーターだったら全然いけるっしょ。うん、大丈夫、ひまわりさん花火投げてないから、うん、心配しなくていいよ。材料費の無駄稼働とか、無駄を心配するのは花火投げてくれた人だから大丈夫、本当に心配してくれんなら花火一発投げてよ。私の500円ってなるから。いや心配だわって言いたいでしょ、ひまわりさん。私の500円って。そしたらね、私の花火一発分が家になったんだって心配していいよ。
じゃあ心配無用だね。じゃあ心配無用。え、川に向かってるね。川に向かってる。ああ。サイクルトレーラーの決まりが違う。まあ、幅はじゃあシングルベッドの幅でいいか。幅はシングルベッドの幅にしよう。そしたらマットレス引けるぞ中に。いや空気抜けてんのかな。牽引だと2メートル以内、高さ、借りるってどういうこと？幅が2メートル。じゃあ高さ2メートル、幅2メートル、全長4メーターね。幅2メーター、全然幅2メートル全然余裕じゃん。オッケー。幅と高さが2メーター、いい感じじゃん。オッケーオッケー、余裕じゃん。幅と高さが2メーター、幅高さ2メーター余裕じゃない？いけるっしょ。母性の塊さんいらっしゃい。幅高さ2メーター、牽引入れて4メーター。じゃあ2メーター、2メーター、2メーターの箱作ればいいのか？そういうこと？あ、でもタイヤの高さあるからあれか、1メーターちょいぐらいにしないとダメか。パイルドライバー借りたいな。あれどっから来たっけ。コンパネは規格外。コンパネでかすぎね。だったら切らないとダメか。90の180か。切らないとダメだな、ノコギリで。ダンボールは軽くていいんだけど雨風でしのげないな。そこが難点だね。雨風でしのげない。急に車の通り多くなったな。
最近質のいい段ボールがある？どうなんだろう。木でがっちり組みたいけどな。今日月曜日。おはようございます。テントだとあれじゃん、テントじゃん、家じゃないじゃん。マイホーム、夢のマイホーム。最悪床の部分さえしっかりしちゃえば、床の部分さえしっかりしたらさ、あれなんだよね、床部分しっかりすれば、壁とかはどうとでもなると思ってんだよね。コンパネっていう素材がよくわかんないからあれなんだよね。フォロー大歓迎だよ。フォロー勝手にして。電気はソーラーパネル入れようと思ってるかな、今は。ソーラーパネル。板の名前と厚さの値段書いてある。あ、それはね、もう前から見てるんだよね。なんか600円から2000円ぐらいの幅でいろんなのがあって、いや立てないよ。電気はソーラーパネルでバッテリーにチャージする仕組みでいいんじゃないかな。秋葉原でソーラーパネル2万ぐらいで売ってるらしいから、ちょっと待って。河川敷では次のことを〇〇します、テントその他をその他の〇〇を設置し〇〇すること、〇〇をすること第2で、第3、〇〇や〇〇をすること。ほうほうほう。第3は〇〇や〇〇をすることね。第4、テラス防波堤の施設に〇〇をすること。わかんねえよ、なんだよこれ。第5番、〇〇を捨てること。ふんふんふん、何を捨てる。6番、〇〇を乗り入れすること。7番、〇〇の練習をすること。クイズかな、なんだろうな。8番〇〇をすること。ちょっとわかんないな。クイズ形式なんだね。クイズ形式か、その発想なかったな。ちょっと面白いよね。よいしょ。全部やっていいんだろうね。穴だもんね。さて、ご飯タイムだね。ご飯タイム。割とガバガバなエリアだった。はい、ワード2、ロビー。ワード2。何が何だかさっぱり分かんなかったな。
あー花火ありがとう特命さん。うわーありがとう、花火家が建てられるぞこれで。あと何発ありがとう。すげえ歌ってるな。ありがとう。ありがとう。家ができたら文鳥迎えに行くよ。ペコどうしたか。ご飯食べよう。ランチタイム。よし、荷物多いな。電波ある？電波ある？なんか沼リスナーみたいだったな、さっきの、さっきのやつ。沼リスナーみたいに何言ってるか分かんない感じだったね。暑いから上着脱ぐわ。電波ある？みんな。電波ある？電波あるか聞いてんだよ。ねえのか？電波あるかどうか聞いてんの？充電ソーラーパネルで行こうと思ってるね、充電は家作ったらソーラーパネル組んで、で蓄電器買って、でもう家にバッテリーシステム組み込もうと思ってる。大丈夫？よし、ご飯食べよう。スーパーご飯タイムしよう。よいしょ。うるせえってなんだよ、大丈夫。追い出されてはない、自発的に出ていった。追い出されてないね。俺が出てくよっつった。はい、わざつ。くるくる？あー、電波ねえか？電波ないパティーン、これ。くるくる来た。うわ、くるくる来た。マジか。ルクになってない。どっち？どっち？え、クルクルなってんの？なってないの？どっち？クルクルなってる？電波ある？おかしいな。なってない。なんだろう。人によって違うのかな。見える？なんだろうね。ご飯食う。ツナマヨ。新宿と違っていいな、なんか全然広いな、なんか広大さを感じるね、地球の。期間は分かんない、そんな未来のこと分かんないよ。予言者じゃないから俺。明日のことも今のこと今しか考えてないから、よくわかんないね。自然だね。いただきます。差し入れ行こうか。マジ？とりあえず更新したら治った。よかった。キャンプじゃないね、サバイバルだね。いただきます、みんな。いただきます。はい、ブロックです。キッコロ。キャンプじゃない。魚釣れるだろうね。
この辺の人みんな魚やってるもん。なんか歌ってるんだよな。ミキさんおはよう。10時にホームセンター開くから、それまでに家の企画、基本的な、まずは家を作ること、うん、スティーブさん、まず家作ること、歯ブラシとかない、ひげ剃りとか。運がいいとカレイが釣れるの、やべえな。ニコ生の亀五郎は玉川で自給自足してた、すげえな。みんなタフだな。家はじゃあ2メーター、幅が4メーター、大丈夫、幅が2メーターまで、高さが2メーターまで、高さ2メーターまで、なんだっけ、スティーブさん投資してよ。家作るんだよ。あと花火57発。ありがとう JJ。今日面白いよって。ありがとう。みんなで投資して花火。叫んでるな。声聞こえる？すげえ叫んでるよ。手こうやってああって叫んでる。いいね。いや、こっちに向かってきてるね。こっちに向かってきてる。こっちだ、うん、おはようございます。健康法ですか。そうなんです。いいっすね。だけど周りにいないか、はい、確認しないと。あ、来てるなって思われちゃうといけないんだ。ああ、いいっすね。なんかこう、あ、毎朝叫んでるんですか。毎朝ですね。何年ぐらいやってるんですか。もう何年も。本当に何年も。何年も。10年いかないぐらいですか。うん。すごい。10年は聞かないですね。軽く。はい。いいっすね。なんか。何をやってらっしゃるんですか。僕はあの YouTuber みたいなので、これ生放送配信をやってて。で、あの家がなくなっちゃったんで、ホームセンターで今からあの家を作ろうと思って、家を買おうと思って。私あの、はい、あーから始まってあいうえおでおまでやるんですよ。あ、あいうえおまで叫ぶんですね。やってるんですけども、最後に、はい、このわってやるのは、はい、この前テレビで、これはまだ1年ぐらいなんですけど、はいはいはい、どっかのテレビの高齢者の会があって、はいはい、全員で毎日それをやるんですけど、ほうほうほう、なんかだんだん体調も良くなって、あの幸運も巡ってくるって、なんかやってたんですよ。笑顔大事ですもんね。それで取り入れてみて、いやー、すごい良かったです。はい、いやいや、ありがとうございます。お話いはい、ありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。素敵な健康法だよね。いいよね。
なんかその太陽に向かってわーってあーからいいうえおーってやるんだって。うん、いや大きい声出すの大事だよ。だからみんなカラオケとか行くわけじゃん。ねえ、いい話だったね。で、笑顔になるのも取り入れてんだって。歌ってるわけじゃなくて、あーあーって言ってた。いい、うー、あーってもう全部やってた。すげえ素敵な、でも笑顔のおじさんだったよ。すげえ素敵な人だった。若々しくてパワフルな、うん、いい感じだったよ。あ、なんか釣りやってるギャルが。やってみる。まだ食事中だったけど。サマンサー、あのめんどくせえのブロックするけど、何絡んでくる感じ。あのうちの枠そういう感じじゃねえから、なんかめんどくせえ感じ、絡んでくる感じ。絡んでくるんだったらブロック入れるけど、普通に楽しんでくれるんだったらブロック入れないけど、どっち？めんどくせえわ。めんどくせえのはやめて。うん、あ、別にあのなんか誰かを傷つけるとか誰かに攻撃するとかそういう気はねえから。で、気に入らねえんだったらあのブロックするから、うん、で、シカトもブロックするからね。あんたが絡んできたんだから。ああ、めんどくせえわ、ブロックな、サマンサ。はい、めんどくせえ、いらねえ、そういうくだらねえの、うん、はい、ブロックです。なあ、俺ら楽しく今家作ろうって話してんのにな、ごめんねみんな、うん、おじさんはハテナマークだったね。あ、頭やべえやつだわみたいな。タコ遊びさん、初見さんいらっしゃい。これはね、フレンチトースト、うまい。これ楽しいな、なんかな、なんか楽しいな、なんか楽しくね、なんだろう、なんか楽しいな。髪の毛短い方似合う？そう。いや、俺ロン毛とかやったことないけどね。な、歯減ったね。マイクロダーマン痛くなかった？ダーマル埋め込んでるピアス、これのことマイクロダーマルって言うんだけど、メスでピッて切った感じで、埋め込んだ時はもうパワーで埋め込んだね。しがらみないっていうか怖かったよ。俺も働いてた時もあるし、正社員2回やってアルバイトやってたりとかだけど、合わなかったね。俺は働いてる人否定しないし、働いて普通のやつかっこいいと思ってんの。家族のためになんかやってんのもかっこいいと思うし。うわ、波が来る、すげえすげえ、船の波、うお、来た来た来た、すげえすげえすげえ、船の波が来た、うお、すげえすげえすげえ、船って波来るんだな、すげえすげえ、波だよ今、船の波が、すげえな、いいね。で、しがらみがないんじゃなくて、しがらみ、がんじがらみになって心が病んじゃって、このままじゃ生きてる意味ねえなって思ったの。このままじゃ俺生きてる意味ねえなって、生きてんだか死んでんだか分かんねえなって思って、で、自由になりたかったの。イカダ作って船の上で暮らす？どうする？
いや、なんでもいいよ。船にする？イカダ作って、そっちでもいいな。イカダ作って海行く？喧嘩で出てったわけじゃないよ、喧嘩じゃない。船もいいな、冒険って感じがするよね。イカダ作る？どうする？台風来てるから来週？楽しそうじゃん。イカダにする？え、どうしようか。モバイルハウスにするか、イカダにするか、どうする？どっちがいい？船の波ずっと来てるよ。波ってすげえな。さっきまで波なかったのに、船が通ったらずっと波が来てるね。波必要最低限の、いや別に取りに行ってもいいよ。猫間に電話して取ってきてよって言ってもいいし、別になんかケンケンしてるわけじゃないから。そこはでも俺家の鍵も返しちゃったから、もう寝てるし今猫間もお母さんも。起きたら連絡くんじゃないの。別にもう絡まないとか、もう二度と会いたくないとか、そんなんないし、喧嘩はしてないよ本当に。ただ一緒に住むのはちょっとなっていう、必要最低限のもう持ってきてるしね、リュックに。いいじゃん、楽しくやろうよみんなで、どうせ死ぬんだから。そうそう、バイブスがね。出てった俺が、ごめんねって、出てくわっつって。特になんか思ったわけじゃないんだけど、なんか空気が合わなくて。でも何度も何度も話し合ったからさ、もうこれは多分合わないんだなっていうか、好きだよ別に、嫌いとかなんか尊敬もしてるしあれだけど、そういうんじゃないんだよね。多分一緒に住むのが合わないんだと思った、単純に。だったらさ別にね、お互い好きなように暮らした方が絶対いいと思ってるから、俺はその方がお互い幸せだから、しょうがないよこれは。やっぱリスペクトする相手と一緒にいるべきだしさ、人間関係全部リスペクトだと思ってるから。尊敬とかできなかったらやっぱダメだよね、お互いね。鳥はね置いてきて、鳥は釈迦とペコは置いてきてるから、後で連絡するって言って、家作ったら引き取ろうと思ってるね、釈迦とペコ。大事だよね尊敬は。お互いけなし合って、俺はけなす人って嫌いなのよ。悪口言ったりとか、陰口言ったりとか、あと嫌な顔する人とか苦手だから、やっぱそこはね、合う合わないだから。ウサギは俺が分かってるウサギじゃねえから、それは猫間に聞いて。特にだから別れ話とか何もしてないけど、まあ合う合わないでしょ
別に3日も会わなきゃ彼氏でも何でもないし彼女でもで好きな人ができたっつって一緒にいるやつが俺は家族だと思ってるからそれしょうがないよ。そういえば半年会ってないね、半年会ってない家族とか恋人とか言わないじゃん、うん、俺は一緒に生活してる人が家族だと思ってるかな。でどうする、イカダにする、それともイカダにするか、それともイカダにするかどうする、イカダにするかどうしようかな、どうしようか。そう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 、もうね、俺は開いちゃったから普通のもう世捨て人だから、うん、台風来た時どこまで流されるか分かんねえな。紐つけときゃいいんじゃないの、紐でくくっときゃいいんじゃない。みんなはどっち派、家とイカダ。屋根は作ろうと思ってるけど、イカダとイカダ生活とどっちがいい、イカダで暮らすのと、あとモバイルハウス、家どっちがいい。アンケート取る。いやだから紐でくくっときゃいいんじゃないの。家派、みんな家が見たい、それとも水陸、あ、いいじゃん、家を作って、家を作って最後イカダにしてえなってなったらコンパで拡張してポリバケツ下にくっつけてそれで海旅立とうよ。そうしない、モバイルハウスまず作るじゃんね、自転車でくっつけられるやつ。でも頭きたってもう海に出ようって なるかもしんねえじゃん。そしたらコンパで拡張して床を、それでその家をあのポリバケツ下に何個もつけて浮かせてそのままパーって旅に出ようよ。それとまずは家作ろうよ、どう、それ顔が生き生きしてる、うん、水没したら だからさっきから言ってるじゃん、みんな覚えといてね、合言葉は最悪死ぬだけだから、うん、覚えといてみんな合言葉、俺らの合言葉はいやワド最悪死ぬだけだから大丈夫だよって言って、最悪死ぬだけだよ、うん、1回しかない人生楽しもう、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやろう、それでよくない、うん、いや10時からあのもう3時間後に開くから3時間後にあのホームセンター開くからそれまでに金貯めたいんだよね。花火57発で3万作れるから、それでとりあえず3万円あったらコンパネとか車輪とか全部買っちゃって、工具とかドライバーとか、それでもう作ろうよ早速。最初家で、あとイカダ、ツリーハウスじゃない、モバイルハウスだね、モバイルハウス、モバイルハウス作ろう。手伝ってくれる人いる？今から手伝ってくれる人いる？家建てんの手伝ってくれる人来てよ、家建てんの大変だから。第7階層まで来てるからね。
固まってる？見えてる人手を挙げて。固まってない？見えてる人手を挙げて。のって書いて。猫間と別に別れたわけじゃないけど、うん、とりあえず家は出るわっつって。見えてる？大丈夫？みんな見えてる？大丈夫？ OK。 音声と映像ずれてんだ。携帯配信だとこれがあるからね。なぜ？理由なんかないよ。なぜ理由を聞くの？ないでしょ。理由なんかないよ。そうなる運命だったんでしょ。もうやめない？理屈つけんの。理由なんかないよ。何も。なるようにしかなってないだけでしょ。なあみんな。理由なんか何もないよ。生きてる理由もないし。みんなが働いてるのにも理由なんてないでしょ。もういいんだ、理由とか意味とか理屈とか法則とか、もうそういうのいらないよ俺、うん、働かないよ。何もいらない。楽しみたいだけ。楽しもう、一緒に楽しもう。自由に行こうよ。自由に行こう。だからもし家つくんの手伝ってくれる人いたら来てください。来てくれる人にしか言いたくないね。来ない人には言いたくないよね、うん、特定とかめんどくさいから、うん、来てくれる人は俺に LINE 送ってきて。本当に来る人ね、うん、何にも悪いことしてないのに通報されたらたまったもんじゃないから、楽しいな。生きてるって感じがする。お腹いっぱいになっちゃった。おにぎりとパンで。トルティーヤいいや、後で食おう。ありがとう、花火ありがとう。サンキュー匿名さん、花火ありがとう。ナイス。あと56発いけるよ。ありがとうね匿名さん。おはよう、ミンクちゃん。おはよう。おはよう、楽しみよ。一緒に楽しもう。誰もいないよ。いいね、誰もいない。地球に住んでる感じがするね。いいね。今から家作るよ。寒くはない。さっき寒かったけど朝方太陽出てきてからあったかいね。何事？ただごとただごとだよ、うん、だから十兵衛めんどくせえからブロックな。バイバイ、うん、その辺も全部クリアしてるから。ガチャガチャ説教くせえやつとかもうブロックしてくから、防波堤のね、裏がランニングコースになってる。こっち側の裏で走ってるね。
辺は誰もいないね。魚がピチャピチャ泳いでる。気持ちいいね。ちょっとお昼寝しながらやろうか。自然にいるよ。自然にいる。寝るか。ちょっとお昼寝しよう。疲れた。寝るべ。お昼寝。気持ちいい。やべえ、超気持ちいい。やべえな、超気持ちいいな。枕欲しい。欲しいな。超気持ちいいよ。最高。うわー、やべえ。最高。枕、背中痛い。岩だもん、背中痛い。最高だな。枕、あ、そうだね、服丸めてもいいね。最高だね。あ、いいね。あ、ここしっくりくるな。ここしっくりくる。とりあえず家作って、そこにあれ買おうよ。マットレス買って、マットレス引いて、で屋根つけて、でそこで雨風しのいでしばらく、で今度は電気をソーラーパネル買って、でソーラーパネルと蓄電器買って、でそれで家にあれしようよ、システム組もうよ。いやー、最高だよ。空が広い。最高。最高だね。生まれたての僕らの前にはただ果てしない未来があって、それを信じてれば何も恐れずにいられた、そうだね。とりあえず、とりあえずメイクマーネーだね。とりあえずメイクマーネー、とりあえず金を稼ごう。支援者を募ろうぜ。支援者、どんな家できっかな。かっこいい家にしようぜ。かっこいい家に。なんか初めて来る感じじゃない。人生何回もやってるからね。人生何回もやってるから、もうループに疲れたよ俺は。釣りはしないかな。釣りはしない。波が来た。船の後波が来た。
ボールはいいや。ああ幸せ。いいじゃん。立てないね。立てないね。なんかしっくりくるね。なんかいい感じじゃない？なんかしっくりくるよね。なんか幸せ。うわー、硬い。ベッドが欲しい、早く。硬い、痛い。ブッダの涅槃図みたい。俺だって神様に会ったからね、悟り開いてるからね。鍵返したよ。鍵返した。ないよ。これドライバー、カメラ用の現場で使うドライバー、鍵じゃない。これ自転車の鍵。鍵持ってないよ。鍵持ってない。家なき子だから。最高だよ。すげえ波来る、波来る、来た来た来た、波が来た。うわー、いっぱい船、いっぱい船、いっぱい船来たよ。いっぱいだね。通ると波がすごい立つんだよ。いいね。最高だね。
誰でも悟りは開けるよ。本当は誰でも開けるっつうか、子供の頃は開いてたんだよ、みんな。本当はみんな子供の頃開いてたのに、みんな忘れちゃったんだよ。本当はみんな開けるんだよ。静かでいいね。生きてる感じすんな。楽しいね。癒されんな。大事なことだよ。大事なことだよ。仕事は。初見さんおはよう。私昔ね、南米のとある国のスラム街に住んでた。電気も何もないところ、全部自分で何とかするんだけど、生きてる感じが一番下よ。いい生き方してんね、シャムさん。サビ歌わない系男子だから、サビ、稲田浩太さんおはようございます。サビ歌わないね。あー、海の匂いするんだよな。海の匂いするんだよな。フォローありがとう。フォローありがとうね。よろしくね。サビ歌うやつ大体やりちんだよね。お前ブロックね。だるがらみ
主軍のブロックいらない、そういうの。愛想なしの君が笑った、そんな単純なことでついに肝心なものが何かって気づく。打ち上げ話にあった樹上を捧げたってやつに大人げなく嫉妬者になんかして、いや出てったね、うん、船通ると波が来るんだよね。愛情で挑んでるのに世間は cry but die 恋なんていわば英語と英語の思想ゲーム、 いつだって君は曖昧なリアクションさ、友人の評価はいまいちでも she's so cute 歌いたかったんだもん。ちょっとシーソーゲームは歌いたいじゃん。順番を待ってたんじゃつらーい。ちょっとサビ歌う系男子に変わったね今。どうしたんだろうね。台風来なそうだね。いい感じだね。恋なんてハイスター、なんだろうね。May I feel the know my life working day to day だっけ。I won't forget when you said mistake girlI won't forget。 ハイスタ何があるかな。 It is my first kiss true Kiss with you I will give you all my love。 あとなんだ。Whoa, whoa, whoa, starry night. Whoa, 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 starry night.追い出されてない。出てったよ、自分で。自ら出てった。今ね、家を建てるためにね、こじってるね。今、花火4発で合ってる。花火4発で合ってる。3日待ったら花火10発、マジで？いいよ、ゆっくり行こうよ、ゆっくり行こう。花火60発で家建てるから。花火60発上がったら、今4発上がってっからあと56発だね。待てるよ。ゆっくり行こう、みんなで。
世間知らずだった少年時代から自分だけを信じてきたけど心ある人の支えの中でなんとか生きてる今の僕で、ギター持ってきたかったね。弱音さらしたり愚痴をこぼしたり人の痛みを見てみないふりをして彼女の家には帰らない。もう今は彼女はどこにもいない。朝早く目覚ましが鳴ってもそいつも彼女とギター買おうね。暮らしてきたよ。喧嘩したり仲直りしたりずっと夢を見て別れたっつうか分かんねえな。なんか良くない？なんか決め、なんか別れたとか別れてねえとか理由とか意味とかもう疲れたわ。良くない？めんどくさくない？なるようになってるだけだから、ねえ、ギター買おうね。ギター引っ提げようね。家にね、家にギター下げよう。歌おうぜ一緒に。なんかいい曲選曲してよ。いい曲。ぷくぷく浮いてんのは流木だね。流木いっぱい流れてくんだよね。イカダはまず家を作った後に家をイカダに変えるっていう計画になったね。スピーカーでバンバン叫んでんの。なんだろう、なんかすげえ叫んでる。カモメが怒ってるよ。なんだ、すげえ叫んでるよ。なんかスピーカーで。選挙カーみたいな。土地はいらない。車輪つけるから軽車両だね。土地はいらない。なんだ、船か。船からスピーカー喋ってんのかな。息を切らしてさ駆け抜けた道を振り返るはしないのさ。なんだっけ、なんだっけ。振り返るはしないのさ。ふふふふふふを見つめながら。花爪が愛カンナみたいね。命を削ってさ情熱を灯してはわかんねえな。ただ光と影を連れて進む。
だっけ、たまちゃん家なくなるってさっきコメントで書いてたね。大きな声で声を枯らして愛されたいと立ってるんだよ、心配ないぜ、時は無情なほどに全て飼いなくなってくれる、閉ざされたドアの、おう、初見さんありがとう、あーちゃん、新しい何かが待っていて、いや、歌うまくないよ全然。いつとって僕を動かしてる、可愛いに使って清める、うん、神に近づこうと、俺もう神様になったから、もう そういうの終わってるから、俺の中では神様に近づこうってなんだよ、もう神だから、ゴッドワードだから、ゴッドワード、人間やめだから、ねえ、海があるからね、これ買わないよ、ちなみにこれ買わない、やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている、ガキのくせにと頬を打たれ、少年たちの目が年を取る、悔しさを握りしめすぎた拳の中、爪が突き刺さる、私本当は目撃したんです、昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と突き飛ばした女の薄笑い、あたし驚いてしまって、助けもせず叫びもしなかった、ただ怖くて逃げました、私の敵は私です、ファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう、ファイト、冷たい水の中を震えながら登ってゆけ、ありがとう、アイテムありがとう、乾杯、固い木絆に思いを寄せて、語り尽くせぬ青春の日々、時には傷つき、時には喜び、肩を叩き合ったあの日。
あれからどれくらい経ったのだろう。沈む夕日をいくつ数えたろう。ふるさとの友はだっけ、今でも君の心の中にいますか。サビ歌わねえから。サビ歌わねえから。おお、マブヤ久しぶり、元気？マブヤ元気？久しぶりだね。日焼けすんなこれな。台風来るね。早く家欲しい。早く家作んねえとまずいぞこれ。あ、雨の日がまずいんだよね、とにかく。あとバッテリーも充電しないとやばいし。いや、サビ歌うやつは大体やりちんだから。俺純朴だから、ピュアボーイだから、レディーファレディーを侍だからね、ほんと女の子守るから。サビ歌わないよね配信では。単管パイプ2メーターで800円ぐらいか。今ちょうど2000円だから、どうしようかな。床の組み方、パイプで組むかどうすっか。ちょっとね、家考えないとね、家の構造ね。どうすっかな。家どうすっか。幅は法律的なのもクリアしたから、どうすっかだね。難しいね。コンパネっていうのも必要らしいしね。ため息色した通い慣れた道、人混みの中へ吸い込まれてく。消えてた小さな夢をなんとなくね数えて、都心大の家はね出てった。友人たちが数家族を築いてく。恋愛感はさまざまそう、誰もが知ってる。悲しみをまた優しさに変えながら生き
てく。負けないように枯れないように笑って咲く花になろう。ふと自分に迷うときはふ風を集めて空に放つよ今。歌っちゃった、うん、やっぱサビ歌いたい曲あるな。サビ歌いたい曲あるわ。あ、フォローありがとう。歌いたくなっちゃうんだよな。暑いな。ジョイント4つ、パイプ4つ、コンパネ、計5000円で床か。ジョイントで組んで、パイプ4つ組んで、コンパネ引いて、木で作ろうか。床の骨組みやっぱパイプ入れた方がいいと思う。山さんありがとね。情報約5000円か。今2000円だからどうしようかな。鉄パイプ組んだ方がいいかな。足場っつうか家なんか作ったことねえかな。家も木でやる、あの床も木でやるっていう方法あるよね。鉄の方がいいかな。初見さん入れた、初見さんいらっしゃい。入れた方がいい？足場、鉄。鉄入れっか。鉄入れっか。車輪をつけるのはパイプじゃないと厳しい。ああ、そっか。そうか。車輪を組まないといけないからね。そっか。そうだな、確かに。いや、初めから俺はここにいたよ。セフィ。はじめから俺はここにいたよ。心に錆びついて取れないあの日の言葉を落とし物をしてしまったことを早く気がついて何か川沿いで歌うにいい曲ある？川沿いでアカペラで歌うのにいい選曲して。おじさんでも知ってるやつね。
米津とか一言も一つも分かんねえから。米津禁止、ボカロ禁止ね。ボカロとかインストールされてないから。ホテルリバーサイド、分かんねえ。小袋分かんねえな。小袋も入ってないデータ。ないな。小袋っぽくないもんね。これ。いや、場面場面でしょ。場面場面によって変わるでしょ。やっぱり環境によって変わるよね。歌好きだからね。川の流れのようにか。川の流れのように穏やかに好みを任せていたい。いいね、川の流れのようにいいね、うん、分かんねえな、それ空も飛べるはずいいね。幼い微熱を下げられないまま神様の影を恐れて。隠したナイフが似合わない僕をほどけた歌で慰めた。色褪せながらひび割れながら輝く術を求めて君と出会った奇跡がこの胸に溢れてる。きっと今は自由に空も飛べるはず。夢を濡らす下涙が海原へ流れたらずっとそばで笑っていてほしい。職質？いいよ、最悪死ぬだけだから大丈夫。暑いな。暑いな。輝く太陽は俺のもので、きらめく月はそう前の涙。普通の顔したそういつもの普通のを風に吹かれて
消えちまうのさ、当たり前に過ぎゆく毎日に恐れるものなど何もなかった。本当はこれで、そう本当はこのままで、何もかも素晴らしいのに、明日にはそれぞれの道を追いかけて行くだろう。お前に会いに行くまで。帽子ない、タオルもない。おう、ステージお疲れ。さよならさ、今日の日よ、昨日までの優しさよ、手を振って旅立とうぜ。いつもの風に吹かれて、黄昏れてるよ。俺には夢がある、ドキドキするような。本当しまうたで、英語の花が咲き、風を呼び、嵐が来ただっけ。で、英語が咲き乱れだっけ。歌詞覚えてねえな、うん、ありがとうスカラブさん。もう今は彼女をどこにもいない。朝早く目覚ましが鳴っても、そういつも彼女と暮らしてきたよ。喧嘩したり仲直りしたり、ありがとうね風船。和道さんのステージもうだいぶ遠くなっちゃったから無理だよ、うん、自分の道探しな。ずっと夢を見て幸せだったな、僕は Daydream Believer。 そんで彼女は悔い、でもそれは遠い遠い思い出。船いっぱいあんだな。デン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 。
テン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 カーテンコールわかんないな。あ、俺ね、引退詐欺も51回ぐらいやってる。Our encounter was me a chance. I can't speak for myself.But promise you we without fail There'll be a blue sky。 カーテンコールってどんなことだろう。引退詐欺っていうか、なんだろうね、ガチャガチャうるせえな最近のリスナーが。対して応援をしてないやつが怒ってるんだよ。普段花火も投げてない、コメントもしてないやつが引退詐欺だよとか怒ってんだよ。わかる？モーニング娘。の矢口不倫、ふざけんなよ。矢口のファンじゃないやつが怒ってんだよ。ね、ピエール滝コカイン吸って怒ってるやつ、電気グルーヴ聞いてないんだよ。ライズのケンケンとね、ごめんごめん、ライズのジェシーとライズのケンケンじゃなくて、ごめん間違えた、ドラゴンアッシュのベースとチャーの息子のね、ジェシーね、タイまで捕まった時、そんな人だと思いませんでした。もう裏切られた気分です。お前ライズ聞いてねえじゃんみたいな、ファンじゃないやつが怒ってるんだよね。どんなやつだと思ってたんだよ、ジェシーのこととケンケンのこと。ジェシーとケンケンはずっと大麻吸ってるわ、ピエール滝もずっとコカインやってるわ、見たらわかるだろ、石の卓球なんかいっぱいやってるわ、いろんなもん。夢でキス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 やってるに決まってんだろバカ野郎。アスカだってシャブやってるわ、どう見たってやってるわ。そう思わない？どう見たってやってるよな。はい。あ、いい歌詞だね。忙しい日々に追われながら幸せとか不幸せとか言うけれど、あ、その曲いいね。勝利を払えって話だよね、ほんとね。そう思わない？応援してないやつが裏切られたって言っても、いやいや、よくわかんねえわみたいな、いや、どうなんだろうね、わかんねえよ、く大麻問題は。タイマーよくわかんねえな。別にタイマーじゃ開かねえかんな。そうそう、一番は配信が面白いかどうかんなかんね。ジェシーの、ジョニー吉永の息子ケンケンティアーズインヘブンわかんないで、ね、ごめんね、ユーさん、ごめんね。そう、大事なの楽しむことだよね。嘘だとか本当だとか、俺が全部聞いてきたこと、見てきたことや聞いたことを今まで覚えた全部だよ。デタラメだったら面白い、そんな気持ちわかるでしょ。マナさんフォローありがとね、おはよう。永遠なのか本当か、
時の流れは続くのか、いつまでたっても変わらない、そんなものあるだろうか。見てきたことや聞いたこと、今まで覚えた全部、でたらめだったら面白い、そんな気持ちわかるでしょう。いいよね。答えはきっと奥の方、心のずっと奥の方、涙はそこからやってくる、心のずっと奥の方。いや、ヒマラヤほどの消しゴム一つ、楽しいことをたくさんしたい、ミサイルほどのペンを片手に、面白いことをたくさんしたい、夜の金網をくぐり抜け、今しか見ることができないものや、ハックルベリーに会いに行く、台無しにした昨日は帳消しだ、ヒマラヤほどの消しゴム一つ、楽しいことをたくさんしたい、ミサイルほどのペンを片手に、面白いことをたくさんしたい、ありがとう。ああ、ありがとう、ありがとう。アイテムありがとう。アイテムありがとうね。家出てったね。家出てった。今から家作ろうと思って、雨風しのぐ家が欲しくてさ、今こじってるね、家代を、家代こじってるね。
ならず者だからね。海のゴミ、川のゴミにさ、天下が浮かんでるわ。天下海に投げ捨てるやつすげえな。天下がプカプカ浮いてんだけど、すげえな。船から天下投げたんだろうね。船で女にして、すげえな。その発想なかったわ。戦場のオナニストだ。てん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 。天が旅してるね。贅沢だね。いやいや、途中は車輪つけて移動型の家だから。戦場のオナニストでしょこれ。てん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 。すげえな、天が浮いてるよ。空の天が、空っていうか入りか、入ってるか。すげえな、誰のザーメン入ってんだろう。天がでタコを取るしちゃうかな。おいでファンタジー、すミステリー、君の若さ隠さないで。不思議したくて、冒険したくて、なぜかみんな、なぜかみんなうずうずしてる。大人のふりして諦めちゃう。奇跡の謎など解けないよ。もっとワイルドにもっとたくましく生きてごらん。ロマンティックあげるよ、ロマンティックあげるよ。本当の勇気見せてくれたら、ロマンティックあげるよ、ロマンティックあげるよ。ときめく胸にキラキラ光った夢をあげるよ。すげえ面白かったのがさ、昨日の夜さ、海岸沿いにバイクでブーンって行って音のレコーディングやってたの。でそしたら夜中レコーディング終わった時にチャリンコで爆走してるなんか小中学生みたいなのが4人組でブワーって走ってたの。レコーディング終わって帰るときに その小学生たちがすれ違ったから、なんだろうと思って、夜中だったの、夜中の2時ぐらいだったから、ねえねえって声かけたら、はいって言って、君小学生って聞いたら、あ、じゃあ君中学生って聞いたら、はい、中学1年生ぐらいって、はいって言うの。何やってんのこんなところでこんな時間にって言ったら、なんて答えたと思う？
君中1って夜中の2時だったから4人でバーってチャリで走ったの。何やってんのって聞いた。久々にスリルを味わいたくて。おん最高だねって言って帰ったんだけど、かっこよくない？なんかその中学生、久々にスリルを味わいたくて夜中の2時に海岸沿いチャリで爆走してんだよ、4人組で。すげえ楽しそうだったわ。最高だよね。久々にスリルを楽しみたいっていう、どんな人生だったんだよお前っていうね。最高だったよね。これピアス。今日の夜はどうしよう。わかんない。未来のこと何も考えてない。未来なんていらない。今だけでいいわ。ガキの青春だよ。すげえ楽しいんだろうな。一生忘れねえんだろうな。いいよな。最高だよな。最高だよ。久々にスリルを味わいたくて。男の子だよね。山内ってやつ、ちょっとうざがらみいらねえから、うちの枠そういう枠じゃねえから、悪いけどブロックだ、ごめんな。うざがらみはブロックです。スリル味わいたいんだからしょうがないんじゃないの。首痛くなんだこれ。日常に疲れるよね。もうやだよね。なんかおかしいよね。なんかおかしいよね。なんかみんな疲れてるし、なんかおかしいよ。生まれた時から思ってたよ。なんか変だよ。なあ、なんか変だよな。すげえガキの頃から気づいてたよ俺。頭バグってるから。ガキの頃から発達障害だからバグだから俺。トンボだ。トンボだよ。なんかおかしくねえって。いや金さえあればじゃないんだよね。金じゃないんだよ。これから家作りたい。花火3万円分貯まったらそこにホームセンターあるから家作る。いやー俺金さえあれば楽できるとは思わないよ。なんかガチガチに固められてる感じがすんだよね。なんかもっといろんな生き方あっていいじゃんね。あだから家作んね。家作んの。花火集めて家作ろうと思ってて今。それまではなんとかするしかないよね。雨風しのいで、とりあえず家が欲しいね今。
あ、うんこしたくな、あ、うんこしたいな。あ、くさ、おならくさ。あ、くさ。フォロワーありがとう。今年の夏はどこ行こうか、今年の冬はどこ行こうか。シンデレラ城見えんじゃん、ビッグサンダーマウンテンと。最高だな。フォローありがとう。わかんない、未来のこと何にも考えてないそんな不確定な要素が多すぎて今しか生きれないから。わかんねえわ、頭悪いからさ。で、難しいこと聞かないで。うん、難しいことはわかんねえ。金さえあれば、違う、それあなたが貧乏なだけでさ、金持ちでも不自由な人いっぱいいるよ。心の問題だって。それは金あった方が便利だとは思うけど、金だけじゃないよ。金持ちで不幸な人いっぱいいるよ。金があった方が楽だけどね、幸せとは違うと思うよ。そんなに泣かなくていいんだ、そばにいるよ、だから自分の足で歩こう。君の涙はいつか大粒の雨になり、大地を固めるのだから。そう、俺はそう思うね。なんか金持ち結構見てきたけど、なんか幸せそうな金持ちもいれば不幸そうな金持ちもいっぱいいたから、金じゃねえんだって。金だけじゃない。ただ金は なんだろう、不幸を減らせるんだよね。みんな勘違いしてるのは、金が幸せを生むと思ってるんだけど、違くて、不幸を減らすことはできる、間違いなく。だけど幸せを作ることはできない、金じゃ。うん、家出てっちゃった。家出てきたね。それが俺の考えかな。不幸を減らしたいんだったら金があった方がいいけど、幸せは作ってくんないね、お金じゃ。だから不幸はないから、退屈なだけなんじゃ。ただただ生きることには困らないけど、退屈には勝てないよね。家欲しいな、家欲しい。あ、腰痛えな。さすがに石に座ってたら腰痛えわ。あ、家欲しいな。フォローありがとう。家欲しい。とりあえず雨風しのげればね、なんとかなるね。雨風しのぎたい。人脈はあんま関係なくね。
脈はあんま関係ないでしょ。やべ、うんこしたくなってきたな。やばいな、事件だな。のぐそ？やべ、うんこしてる強烈。うんこしたい。考えてなかった、うんこのこと。あー、忘れてたわ。うんこのこと全然考えてなかったじゃん。やば。いや、トイレットペーパーないもん。そうそう。おお、かん、ようこさん、お疲れ。うん、家出てきちゃった。ようこさん、直せるかな？あの、シルバーの先っちょの尖ってるとこ、ポキって、これくらい折れちゃったんだよね。で、あと3日ぐらいでボディ完成する。ただ、家がなくなっちゃったんだよね。うん。家がなくなっちゃった。のぐそ？痛い、お腹痛い、お腹痛い。うん、葉っぱはダメ、俺、あの、脱腸気味だから、うん、葉っぱはダメ。人脈大切にせえよって、お前、うぜえな、ほんと。なんか、積極せえやついらねえから、うん、なんなの、お前。うん、タカってやつ、アットタカっていうやつ、なんなの？お前、俺に説教垂れるような、なんかしてんの？何様なの、お前。川で洗うのやだね。ちょっと。なぜ言えなくなった？あ、いや、俺が出てったんだよね、さっき。何時間か前、5時間ぐらい前。あの、説教くせえやつ、なんだか、なんだ、社長かなんか知んないけど、部下がいんのかなんか知んないけど、俺、お前の部下じゃないし、なんか命令されるような生き方してねえし、なんかリスナーでもダリーわ、てめえから金ももらってねえしよ。ちょっとだるがらみやめてくんね。めんどくせえわ、そういう説教くせえ大人。俺もいい年だし。あ、お前うぜえな、ブロックな。めんどくせえやつ嫌いなんだよ。しねえよ。うん、店あるよ。うん、公園とかもあるね。うん、そう、何なんだろうね。何が、なんで俺に説教できるよ、できると思ってんのかね。ミカリンもうざいわ、ブロックね。忠告とか求めてねえから、うん、トイレにはそれはそれは綺麗な女神様がいるんやで。なんで大阪弁なんだろう。大阪にしかいないのかな。ガンジスだね、まさにね。ようこさん、いつ頃会える？どっかのタイミングで会いたいな。どっかのタイミングでようこさん会いたい、近々。いつ会いてる？ちょっと、シルバー手直ししてもらいたい。あと、次のパーツどうやって作ればいいのかミーティングしたい。
神様に家はないは名言だな。超かっこいいな、スフィゾ。名言だわ、パンチラインだわ。そもそも神に家なんかないと。確かに。言われてみりゃそうだな。神様家なんかいらない、あるから大丈夫。最悪死ぬだけっすよ。人生論っていうか、もうなんか俺思うんだけど、説教をしていい人間は金出してるやつだけだと思うんだよね。親か会社の上司かだけだと思ってんの。学校の先生でもダメかな。生きることを本気でコミットしてるやつだけが責任を負えるから、そういう命令ができるっていうか、説教していいと思ってんの。その子にそれくらいコミットしてれば、要は一生懸命働いた金をつぎ込んで血眼育ててるわけじゃん。だからこうした方がいい、ああした方がいい、こうするべきだって言っていいと思うんだけど、赤の他人にすれ違いざまの会ったこともないやつにいきなり説教されてみろよ。みんな嫌じゃねえの。ただ街ですれ違ったやつに偉そうにこうしろああしろって言われたらみんな頭来ない。ふざけんじゃねえよ。てめえがそうすりゃいいだろうって。そう思わない？そう。そもそも人に命令すること自体がおかしいんだから、人の生き方にケチつけんのがおかしいんだから、じゃあ俺が困ったら助けてくれんのかよ。俺が困った時助けてくれる人間なんてごく一部だよ。正論だろ。みんなだって頭にくんだろ。じゃあなんで俺にやるんだよ。そう思う。人間関係ってそういうもんじゃないの。俺が困った時助けてくれんのかって。お前くれもしないのによく俺に説教垂れられんなって。おかしいだろ。友達でも仲間でもねえんだから、ふざけんじゃねえよ。ただの通りすがりのどこの誰かも分かんないやつに俺の言ってることは後から気づくから、バカ野郎、ふざけんなよ。てめえみてえになりたくねえからこういう生き方してんだよな。ああ、説教くせえ親父になりたくねえから。そう思わない？予定？オッケーオッケー。青でドロッピングっていうかくっつける作業が必要。ドロッピングでそれもなんか時間にスケジュール組んでもらいたいですね。ドロッピングでその組める時間、あのこの前話したあのあれっすね、穴埋めと要はくっつける作業が必要っすね。それ俺じゃ無理っすね。今回のパキッと折れたの精密すぎて。お願いします。会ったこともねえやつにガチャガチャ言われたくねえわ。
誰の権利も剥奪しないし、誰もなんだろう攻撃するつもりもないし、うん、好きな人と遊んでるだけなんだからさ、子供同士で遊んでる時になんか説教くせえやつが入るとすげえなえるじゃん、わかる？ファミコンで友達と遊んでる時にさ、勉強しなさいとか一番なえるじゃん。そんなクソみてえな正論いらねえんだよっていう、勉強したけどてめえが勉強しろよって、そう思わない？背中で語れよな。なりたくねえから勉強してねえんだわって、友達と遊んでんだわって。ありがとう風船5個、ありがとうね、ありがとう。かっこよく生きたいだけだからこっちは。太陽が目覚めたらあの海へ行こう、寄り添って雪解けを泳ぐクジラみたいな。まだ花火ありがとう、トイレ行っといれ、サンキュー。ただ誰知らない、ありがとう線香花火ありがとう。あの空の果てはきっと眩しすぎるガラスの扉、ドルフィン聞くでしびれてみたいな。ありがとうね。あと花火55発で家作ります。いいね。あと55発。ナイス。ありがとうね。くだらねえとつぶやいて冷めた面して歩く、いつの日か輝くだろう溢れる熱い涙、いつまでも Oh yeah. ああもう未来とかもうめんどくさい、予想とか雑談談義でやってめんどくさい。はい、ブロックです。だるがらみと説教臭いのと無課金と全部ブロックすっから。楽しくやってるだけだから。あ、仲間たちで邪魔しないで他でやって。夕暮れすぎて煌めく街の明かりは悲しい色に止まって揺れた。
君がいつかくれた思い出のかけら集めて真夏の夜空一人見上げた新しい季節の始まりは夏の風街に吹くのさ誰がこんなに弾いたんだろうね。何年前からしたこんなような。うんこしたいんだ。そうだ忘れてた。うんこしたい。お腹痛い。うんこしよう。うんこすんの忘れてたわ。いや、住むよ。住むけど。明日もまたどこへ行く？愛を探しに行こう。いつの日か輝くだろう。トルティーヤお腹いっぱい。なんか最近ねご飯入らないんだよね。おにぎりとパンでいっぱいになっちゃった。トルティーヤ後で食べるわ。チキントルティーヤ。歩いて5分ぐらいのところに公衆トイレ。なんで知ってんの？なんで知ってんの？初見さんいらっしゃい。なんで俺の居場所わかんの？エスパーかな？であれじゃん歌あれだなスタンドバイミーだったな。でんでんでででででんでででででんでででんでででででんでででであそばなんだ。でん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 でででんでんWhen the night has come And the land is dark And the moon With the only light We'll see No, I won't be afraidNo, I won't be afraid Just as long as you stay そうだね Stay hungry, stay foolish 飢えていろ、愚かであれ最高だよね、ジョブズ Stay hungry, stay foolish 飢えていろ愚かであれかっこいいよね。
And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. 風が吹いてきたね。Oh, stand.やべえ、俺の自転車パクられっかも。俺の自転車ガチャガチャやられてんだけど、ちょっと待って、俺の自転車ガチャガチャやられてんだけど、パクられっかもしんない。ちょっと待って、急ごう。明らかに俺の自転車なんだけど、ちょっと待って、ガチャガチャされてる。荷物が重い。あれ、あ、俺の自転車じゃなかったわ。あ、じゃあ工事だったわ。朝だから鉄骨組んでるだけだったわ。工事だった、よかった。足場組んでるだけだった、よかった、はあ、俺の自転車が危うくこうなるところだったわ、はあ。冤罪ではないでしょ。俺の自転車がこうなるところだった。タイヤ盗む？こんなえげつない自転車見たことないよね。誰だよこんなことしたの。意味がわかんねえよな。タイヤ泥棒がいるから。タイヤ泥棒、今流行りのタイヤ泥棒。ふざけんなよ、ほんと。よし、うんこを探そう。うんこするぞ。うんこするぞ、みんな。悲惨だよね、ほんと。民度が低いよね。民度低すぎて笑うとあだよね。しょうがない。言えないの嘘ですよね。え、どういうこと？疑ってればいいじゃん、ずっと。全部嘘、全部嘘っつって。全部嘘だっつって。嘘に決まってるって。全部もう何も信じられない、嘘だ嘘だって言ってりゃいいじゃん。よくわかんねえわ。めんどくせえよ。いいんじゃない、全部嘘で。ティッシュわかんねえ。てかホームセンター視察に行くか。ホームセンターフォローありがとう。ツイッターフォローありがとう。ショッピングモール行くか。ショッピングモール行こう。ショッピングモールだったらオーシュレットついてっかんね。ブラッカーチーズとワイン。フル回転のスクリューはグー、サイダージッパーズムー、ハイ
ばかりの空を見ている今度こそ手に入れたいきらめく星のアイテムを黄金色の旅人が待ってる物語で急ごう。そこどこですか？場所を聞くな。もう何年やってんだよリスナー、バカだろ、うん、本当にリスナー10年プレイヤーがそこどこですかとか、もう本当マナー違反だからね。太陽 C からやってる？知ってる。そこでだってあの機材買い出すの。みんな花火よろしくね。あと55発で家作るから。太陽が目覚めたらあのメガホンありがとう。首吊った方がいいよ、よよこさん。あの海へ行こう、寄り添って雪解けを泳ぐみたいな。まだ誰も知らないあの空の果ては。自由しか取り柄がないんだよ。何も持ってないだけだから、みんな持ってるもの守りな。きっと眩しさガラスの扉、ドルフィン聞くでしびれてみたいな。わかんない、未来のことなんか何も考えてない。ただ今やりたいことやってるだけ。とりあえずうんこする。アンチになっちゃうの？ダメ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 。アドバイスいらない。ブロックです。ブロックしました。ゴミ野郎がブロックだ。ゴミが。どかた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 を雇うと どかたどかたどかたドキュン近づく。ドカタ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 をやっとうと楽しいね。楽しもう一緒に。ドカタドカタドカタ筋肉リュウリュウ。どかた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 と付き合うと、どかたどかたどかたキラ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 ネーム。どかたどか
カタドカタドカタの子供はドカタドカタドカタ襟足刈り上げドカタ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 の車はドカタドカタドカタ好き。どかたどかたどかた。ディスってない。どかたの歌だから。どかたは遊ぶよ。どかたどかたどかた。パチンコキャバクラあ、どかたいらっしゃい、うん、よしどかた花火ちょうだい、家作るからどかたの翔くん、いいどかただからね、翔くんどかたでもいいやつ悪いやつ基本悪いやつだけどいっぱい売ってるブロック塀とかどかた来たっつってどかた花火くれっから翔くん花火くれっからいいどかただから家作るんだシャーホームズ空いてるの庭に住んでいい？マジで？バイミさん悪いドカタなんだマジかよ花火くんねえドカタじゃんクソ悪いドカタじゃんやっぱセルシオの乗ってんのマジかよ翔くんいいやつだと思ってたわ悪ドカタか残念だなどかた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 の家庭はどかたどかたどかた子供がたくさんスティングレイ乗ってんだ静岡なんだ遠いな。静岡までは行けねえかな。庭にモバイルハウス持ってきゃいい。庭に住んでいい。ってなんか新しいよ。豪邸なのかな。あ、じゃあここで終わりにすっか。じゃあ俺ちょっとあの値段見てくるわ。そっか田舎か。静岡ちょっと遠いな。シャリで何日ぐらいかかるんだろう。ちょっとじゃあホームズ着いたからあの家の建築素材を見てくるわ。リサーチしてくる。みんなお疲れ。フォローよろしくね。あと花火投げてくれてあと55発花火がたまったらあれします。あの家作りますんで皆さんアイテムよろしく。お疲れ。